窓口シダリアはうつむくない第7話大騒動の予感見ていきたいと思います。大騒動って読むの大騒動って読むのどっちもいいか。流れ的にどうなってるんだろうね。でももう気づいたら第7話なんだよね。早いな。じゃあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価チャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それでは D アニメスワル再生していきます。3、2、1、スタート。歪んだか。なんか不穏な感じすんだけど大丈夫これ。ちょっと心配な始まり方だな。でちょっと今危惧してんのがさ、作画の不安定さがさ、第1話に比べてだいぶ出てきてるからさ、最終回までできそう？それがちょっと心配だな。話自体はめちゃくちゃいいからさ、話自体はめちゃくちゃいいからそこまでっては思ってたけど、ちょっと危なくない？大丈夫？もう最終回までやってくれればいいわ俺は。多少のことはもうしょうがない、しょうがないから、もう最終回までちゃんとやってくれればいい俺は。もうどうなるかな。本編開始。死にたくない。そんな風に見えてた。好きな女が待ってるからな。終わった？終わったっぽいね。メガネかけてんじゃん、ちゃんと。
水漏れか結露のあれじゃない。冷蔵庫つったってすげえな。お、すげえ、すげえ、マジの力持ちの持ち方だ。腕だけで持ってら。メガネケースにちゃんと入れて。嬉しい。高いだろう。いいね。こういうのなんだよ。俺がしたいの、こういうのだよ。こういうのはできないな。料理できないか。そう、ちっちゃくなるよな。ピーマンに嫌われている。可愛らしい。やがなあ、こう言われたら食うよな。
ピーマン苦手って可愛いな。いいね。うまそう。お、ここかよ、本体だ。ああ、やばそう。え？会わなくなった。そうそうそう。付与するもので多分違うんかな。うん。真っ黒になった。お、すげえ。強そう。
あれ？大丈夫？フラグになってないか？大丈夫よね？ほう。おお、俺と一緒。仮想魔法俺欲しい。嘘、マジめっちゃいいよ。
そんなことねえよ。そんなことないよ。五本指靴下はめっちゃいいよ。あ、お前水虫なんだ。こうやって広まってくんだな。水虫ばっかだな、ここ。大変だよ、水虫は。本当だよ。そう。大変だよ。本当だよ。俺は小5から水虫だよ。そう。俺ずっと水虫なんだけど、勘弁してくれよ。小5から水虫だぞ、俺。あー、広がるね。大変だ。水虫正体だよ。水虫体だよ。いや、マジでさ、やばいんだよね。痛い。なんか、かゆいとか通り越して痛いもん、俺。正午から水虫やってっから、こっちは。五本指靴下ずっと履いてっから、もう。治んねえよ、これ。出たら治んの。あ、まだ足だけだったらいいよ。俺も爪まで行ってっからね。俺、やばいもんな。あ、もう両足の小指なんかもう爪じゃないもん、なんか。爪だった何かがここにあるだけだもん。相当ひでえもん。見せらんねえわ。で、夏場がどうこうとかじゃねえんだよね。あの、冬場が地獄だからね、水虫って。知らないだろうけど。マジで。夏場だったら裸足にできるからいいけど、冬場寒いから、靴とか靴下とか脱ぎたくないじゃん。それでずっと、汗は出てるわけでさ、きついんだから。最悪、こんないい話だったのに、水虫の話で終わってしまった。第8話、ロセッティ紹介。ロセッティ紹介は何だとする？なんか、あれか？隊員に広まった件が、あれかな、その、言うなら、国の直属のなんちゃらみたいなあれでやったりとかすんのかな？そういうことじゃん。今回のサブ隊じゃん。隊員たちに広まってそこからっていうのじゃない？みんな水虫だよ。大変だよ、そら。あんだけねえ、大変な。だってなんだって。強度魔法一択って言ったじゃん。乾燥とかそういうの付与する暇もねえよな。そしたら靴下ってなるよな。でも靴下で五本指靴下が出てくるのは本当に天才だ。えらい。俺ももう五本指靴下以外履けない。無理。20年以上俺五本指靴下履いてんだから。
普通の靴下履いた時も気持ち悪くてしょうがねえな。ね、スーツ用の5本指靴下とかねえかな、作ってくれよダリア、頼むわ、買うから。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらチェックもぜひ。ということで、魔道具師ダリアはうつむくない、ダリアは大騒動なのか大騒動なのかわかんねえでした。ありがとうございました。